Miedo. ¡Wow! Asa-san, konnichiwa. こんにちは。Konnichiwa. Asa-san は今、どこにいますか？今、ここはなんだっけ？コスの上にあるエルペカの事務所 にいます。アルペカ？そうそそううそう。そう。そうそうそう。あずささんはどこから来ましたか？日本の大阪から来ました。Indonesia に来ましたか？2022年の8月の終わりぐらい、まあ、9月ぐらいに来ました。そうです9か。ヶ月目ぐらいですね。じゃあ、あずささんは今、留学生？ここで。そうでそうです。すか。そうです、そうです。大阪で、何の大学で学びますか？大阪大学っていう大学。そうですか。そうそう。大学。大阪大学でインドネシア語を勉強していますか？そうです、そうです。大阪大学に、外国語学部があって、で、その中に、インドネシア語専攻があって、そこで勉強しています。そうですか。そうです。インドネシアでいつから住んでいますか？いついつからまで？住んすいでまる？せん。いつまで？ いつまで？もう、来月、つまり6月の29日に、もう飛行機のチケットを取りました、日本へ。で、一回、まあ、帰る。日本に帰ります。そうですか。そうです、そうです。インドネシアに、旅行したことがありますか？インドネシアで旅行、あります。なんか、例えば、この前の、セメスターとセメスターの間の休みに、ジャカルタに行ったり、クラウスあとはその前には、一人でスラバヤに行きました。スラバヤ。楽しかった。ジャカルタで何をしましたか？ジャカルタでは、国立博物館に行ったり、あとは、ドゥファンにも行ったことあります。ドゥファンに行ったり、あとはまあ、ジャランジャラン、なんかその、な、なんだろう、なんていうの、バスみたいな、なんだ、バス。ジャカルタにあるバスっ MRT？ て。違う、トランスジャカルタ！トランスジャカルタそうにです。乗るのが楽しかったです。一人ですか？ジャカルタに行った。ジャカルタに行ったのは、友達？この前の、1月かな？ 1 月ぐらいに、日本から友達が来て、その幼馴染ってなんか、小さい頃から仲良しの友達がインドネシアに遊びに来てくれて、で、一緒にジャカルタ、まあ、いろいろ、旅行したり、なんか、そう、その、プロスリブに二人で行ったり、あとは、3月ぐらいに、そのお母さんが日本から遊びに会いに来てくれて、で、一緒にジャカルタに行った。何したっけな？忘れた。なんか、ジャカルタで、じゃらんじゃらんって感じ。
でもその時は、ああ、風邪うん。を引いてて、ああ、残風邪念。引いてたせいでしょ。あんまりなんかずっと、これ、ピョピョピョ。あんまり楽しめなかった。ああ、そうですか。そうです、そうで残す。念ですね。そう、超残念。そうでへえ、なんす。かそう、楽しかったそうね。楽しかった、でも、だいぶ。うん、そうですか。ソロバヤはどうでしたか？ストラバヤは、一人で行って、電車に乗って、何時間ぐらい？ 13 時間ぐらい？ああ、かけ長いて時行っ間がかかって、てね。そう、もう本当に疲れたー。けど、まあ楽しかった。でも、向こうに着いた時に、スラバヤにいる、スラバヤの人たちと仲良くなって、二人、女の人、二人、ばっと仲良くなって、で、バイクに三人で乗って、どこやったっけ？ランボガン。ああ、ラモガン。そうそうそう。と、に行って、その人の、そのお姉さんの家が、そのラモンガにあるから一緒に行こうよって言われて、わーやった、いいよって言って行って、そのお姉さんの、夫の、お父さん、お母さんとか、そのお姉さんの兄弟とか、そのお姉さんの子供とかに会って、わー、こんにちは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 、って、いろんな人、挨拶したけど、みんなよく、ジャワ語かな？ジャワ語を使って喋ってるから、全然わからなかった。そうですか。お姉さんの家族とインドネシア語で話しましたか？そう、インドネシア語で、話したけど、おばあちゃんとか、おじいちゃんとかは、多分、ジャワ語が混ざったインドネシア語で話してくるし、なんて言うんやろ、訛りもジャワのアクセントがあるから、何？みたいな。なんて？っていう感じ。だから、いつもとりあえず、おじいちゃんとかおばあさんがこう話しかけてきたら、あ、いや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 、いた。あ、そうで分すかってない。か。そう。いやいやいや。たまにそのお姉さんが通訳してくれるみたいな。あ、今は何々何って言ってたよーって。おああ。ー、そうかー、みたいな。今のはジャワ語だったよー、みたいな感じ。あずさんはジャワ語を勉強してたことがありますか？ちょっとだけ勉強したことがあるっていうのも、このコスの、勉強ってか、いや、ちょっと知ってるだけ、このコスの近くにいつもほとんど毎日、ナシゴレンを売ってるお兄さんがいて、で、その人が、そのジャワ人の人やから、たまに聞いたりしてる。で、オラとか、あと何やったっけ？おモンゴモンゴーとか、ー あ、そういうのだけ知ってる。でも、この前そのお兄さんに、ジャワ語教えてよって言ったら、いや、お前はインドネシア語も勉強して、スンダ語も勉強して、日本語も喋れて、それでジャワ語なんてやったらお前はまたインドネシアを、あゆ、あかてディパンギョあゆや、あゆ、マウムンジャジャインドネシアラギやけど、あれ？そんなことない。そんなことないね。そう。だし、まあでも、冗談で。それまあ、そうそうそう。そう、とりあえず、スンダ語を勉強しようかなと。そのスンダ語ができたら、ジャワ語勉強したい。ああ、そうそうそう。そう。もし一緒にやっちゃったら、すごい。どっちかなってなるから。でも、ジャワ語のアクセント、真似するのが好きですけど。あば？むどけ、むいど。や、むど。そうですね。むどかっむこど。いい。やりたいけどできない。
まあ、どんな感じで。私の父、シルボン知っていますか？あ、知ってる、知ってる。そう。私の父は、チルボンから来て、少しジャワ語を喋られて、まあ、私も少しだけジャワ語わかります。少しだけ。すごい。少しおお。でき、え、お母さんはスンダ人？あ、はい。お母さんはスンダ人。いや、母はスンダ人。すげえ。いいなー。かっこいいなー。羨ましい。喋れるようになりたい。はい、勉強しましょう、その後。勉強する。頑張ります。はい。ところで、あずささんは、インドネシアで、インドネシアの伝統的な果物、何一番好きですか？伝統的な果物？果ねえ、あ、すみません、物？食べ物。食べ伝物？統系での食べ食べ物。物あ、そうそうは、そう。基本的に何でも好きやけど、あれが好きかな。スブラも好きだし、アバナ、あ、マジ？アパヤ？ブカーン！スラビー。スラビも好ああ、きそれはし、そう、ナシゴレンも好きだし、なんか、全部好き。まあ、でも、スラビは、じゃまあ、だいぶ好きかな。あ、セラビ、セラビ、甘いセラビとか、オンチョンが透けたセラビとか。オンチョンは、この前初めて食べたけど、不思議な感じがする。そうそう。好きなスラビは、あやん、鶏肉、チーズ、マヨネーズみたいなやつが美味しい。一番美味しい。でも甘いああ、やそうつですも好き。ね。そう、ドリアン以外ああ、は好そうき。そう。じドリゃあ、アルンエンは、は好きじゃないの。あんまり、ああ、そうですか。卵の空火は、食べたことがありますか？卵のスラビ？はい、卵の空火。卵のスラビって何ですか？スラビ、tapi di atasnya tuh ada telurnya gitu. Oh, di atasnya itu doang topiknya. Iya. Telur doang. Hai. Wah, rasanya. Oishio. Oishii. Oh iya, maji deh. Hai. De Hai. も、そっか。今度食べてみます。はい。ちゃんと食べてみますね。食べる。そうそうそう。あれは、しょっぱいスラビ。しょっぱいスそうラそうビが好そう。きかな。そう。甘いと、なんか、ああ、そう疲ね。れる。こう食べてて、一口目は美味しい。わあ、美味しい。二口目、美味しい。三、四、五。ああ、ちょっぺー。なんかもういいかな。もう十分だなーって感じがする。そう、大きいからね。そうですね。さっき、スブラクが好きと言って、初めてのスブラクはどうでしたか？初めてのスブラックは、どこで食べたかな？あそこで、ゲルロンの、ウピの入り口の横にあるスブラック屋さん。ああ、そうイそうソそう。ラ、エスデイソラの前のとこにあるとこで、はいはいはい。なんやろな。その友達が、
勧めてくれて、うん、え、スブラック食べたことないの？え、じゃあ食べようよ、美味しいよって言ってくれたけど、あ、いいよ、行こう行こうって言って。で、その友達が、なんか、めっちゃ心配してくれてた。なんか、え、でも辛いけど大丈夫？みたいな。で、私は、いや、大丈夫、大丈夫みたいな。辛いの好きだから大丈夫だよって言って。で、友達、ほんまに大丈夫？みたいな。で、食べた時は、まあ、辛く、確かに辛かったけど、なんか、美味しかったし、なんやろな。なんか、でも汗が出るね。暑くあ、て。そうですね。暑くて辛くて。暑くて。辛いから。そう。でも美味しい。ご飯と一緒に食べたら美味しいし。ああ、それですね。ご飯と食べたらもう最高ですよ。最高。なんかあれみたい。知ってる？韓国にある、キムチああ、の、そうですね。鍋ってわかる？なんか、鍋。なんかよく日本で、鍋のソースみたいなのが売ってて、で、キムチ味とか、なんか、何々味みたいな、いろいろあって、そのキムチ味を買って食べるのが好きなんですけど、なんかそれを思い出した。わあ、キムチの鍋みたい。でもちょっと違っああ、た。そうですね。美味しい、美味しい。いい料理です。そうそうですね。じゃあ、あずささんは辛い食べ物は好きですか？めっちゃ好き。辛い食べ物。おお、そう、そうそうめっそう。ちゃ好き。あれが一番好き。何です知ってか？る？ゲルロンの、アフシーの名前ね。ジュアルブルタハン。アイムクラメス。おー、ああ、そうそう、わかるわかる。そう。の、サンバーが美味しすぎる。ああ、そうですか。めっちゃ美味しい。なんかもう、辛いけど、美味しい。したい。美味しい。あずさんはアイなんムかブラッまあ、クが好きですか？好き。なんか、以前はよく、アイムグブラックベバスでよく買ってて、アイムブラックを。で、なんか、辛さも選べるし、ああ、そうですサね。ンバルも選べるし、最高。でも、最初はなんか、レベル1かな？レベル1を選んで一番最初。で、まあ、心の中で、まあ、レベル1は、ちょっと、なんか、物足りないかな？みたいな。もう、とかって思ってたけど、いざ食べたら、辛っ！レベル1でこんなに辛い？レベル3とか4とか5とか、めっちゃ辛いやんって なりましたね。だから、インドネシアの辛さのレベルはすごい高い。でも、幸せ。なんでもそう。まあ、でも、日本人を、辛い食べ物が好きといっては、なんか珍しいと思っています。そうですよまあ、ね。2日前、私は、他の日本の方に、喋られて、彼女は、辛い食べ物を嫌いと言った。日本に住んでるだから、人？そうそう、日本に住んでるへえ。人。そうなんや。まあ確かに辛い。で、なんかだから、日本の人ってあんまり辛いもの得意じゃないから、例えば、まあレストランとか行って、こうメニューがさ、あるやん。メニューがあって、こう、食べ物の名前がこうやって、何々、何々、何々って書いてて、で、名前の横に、その辛い料理なら、名前の横に、何唐辛子？チャベの絵がこうついてるみたいな。これは辛いですよっていう、マークがあって、で、よく選ぶんですよ。辛いの食べたいから。うわ、これ辛いやつやから、これ選ぼうと思ってこう選んで注文しても、いざ食べたら、全然辛くない？みたいな。肩に、え、そう、全然辛くない？ちょっとなんか、ちょっと、ちょびーっと辛い。
だけ。そう。でもこっちでは逆。レベル1。うわ辛い。まあ、インドネシアと日本と辛いのレベルは、まあ、違うかな。全然違う。びっくりしちゃった。本当に。そうそう。あずさんは、ミガチョワンが好きですか？ミーガチュアンだけは、好きじゃない。そう、なんでかわからない。別に、なんかあんまり、なんでかな。美味しくない。いや、でも、ほんまに、なんやろ。多分、そもそも、ミーの、汁がない、ミー。っていうのがあんまり好きじゃなくて、もしスープがあれば、まだいけるけど、そもそもなんかあんまり好きじゃないっていうことに。で、この前、この友達が、この人が、この前、お腹空いたから、ミーガチュワン行こうよ。ミーガチュワン食べたいって言ってきて、この人が。で、うわ、全然行きたくないと思って。やらんでちゃった。それで、いや、ミーガチュワンだけはほんまに、いやいや、お願い。嫌ですって言った。言ったら諦めてくれた。もうなんか、普段は、結構、なんやろ、なんか、行くと、あ、じゃあ、とか、なんか、何々、友達が、あ、これ食べたいって言ったら、いいよ、いいよ、行こう、行こうって。言うけど、ミーガチュワンだけは、あ、ごめん、無理。嫌ですって そう。なんでかな？わかる。なんか苦手。そう。なんでか。それだけ、唯一苦手な食べ物。ミガチョワン。でも、ガチョワンのそう。ディムさんはどうですか？あ、ディムさん。ディムさんも食べたことないけど。なんだっけ？udang apa sih? Rambutan. Rambutan udang. Udang rambutan. Udang rambutan. Wah, oishii. ミーは、あんまり好きじゃないけど。飲み物美味しい。飲み物飲んだ。そう、美味しいよね。しかも、スプーンや。ラタラタ。し、飲み物もなんかこうやってあって、フルーツが入ってて、そうね。いい感じの飲み物。スプーン、いいもら。えない。まあ、ガチョウの飲み物は1カップで、フルーツがたくさんあり。そう。ね、フルーツがある。なんか、フルーツがあるから、わあ、美味しい、美味しい、って感じ。それ。ジャカルタで、クラックトロール知っていますか？何それ？ククラッラフト？クトロール。何も語れん。そんなわけじゃないよ。語りブームでます。あ、まだですか。まだらしい。何それ？何それ？あれは、なんか、ブラスって何？米米。あ、ごめん。ブラス。米米。米、ドライ米で、卵を混ぜて、そう、まあ、だから、まあ、なんというかな。卵を入って、そして、米と混ぜて、麺で、その卵と米は、なんですか？ dibiarkan mengering. Nanti. Bisa sih. Si berasnya teh So. belum dimasak gitu, belum jadi nasi. Belum. Tuh. Belum ada. Yang keras. Demo, Amari sono katain desu ga. Amari, jawara kai. Oh, jawara kai. Gomitai. Nai.
そおー、プラクテオール。う。うん。まあ、クロンで、クラクトルの、がある。クロンでありますよ。マそうジ？そうおいそう。しいですか？そう。私にとっては美味しいよ。いいなそう。ー。でもびっくり。どういうこと？そのまま。米と卵を混ぜて、ええ。やりんげど。やりん、いにゃくりんげど。そう。そう。だから、トラックのプロセスは、ちょっと長いから、でも、まあ、おいしい。さなさらんだ。そうそう、クラウンであるよ。食べたい。それは、一つ、何ルピア？ドアプリボドアブラぐリらい。ボ？おいそう。や？2万ルピ大きい？アぐらい。大きいよ。そうそう。でも、すみません、アジサさん。このズームは、ランニングアウトから、次、同じリングは入ってもいいですか？了解ですよ。あと9分21秒。やば。じゃあ1回出ますか？そうそう。OK。はい。また。OK。1回出る。1回出ます。また入ります。はもう一回入ります。ーい。OK。すいません、お願いします。いやいや、お願いします。忘れた。トラットロール。そうね。そうそう、トラックロール。ところで、ちなみに、スラバヤで何の食べていましたか？あの時。スラバヤではね、忘れた。ロジャク。ロジャチンゴロジャク。ロジャク。なんか、果物で、辛いソースがかかってるやつ。あるじゃかな。ロジャクを食べたけど、なんか、わあ、あんまり好きじゃない。どうして？なんか、なんでフルーツは甘いのに、なんで辛いソースをつけるのって。こう。なんで、あねって思った。フルーツは、甘い方がいいんだ。そうですね。ところで、ルジャックは、インドネシアでたくさんある。そうだよね。でも、なんか、いろんなところ行って、道で、ロジャック売ってるの見たら、わーって、なんだろう、わ、苦手だーってなっちゃう。スラバヤの記憶が。そう。だから、食べない。ロジャック以外には、何を食べましたか？スラバヤで、スラバヤで、外ラモガン。そうですね。そう。美味しかった。めっちゃ美味しかった。
kakak nggak punya hidup tinggal. Hai. ご飯と食べていた。うん。うん、ご飯と一緒に食べました。そうそうそう。なんか、こんなのの外のご飯食べていませんよ。まだ食べていません。はい。美味しいよ。うん、そうそうそう。ちょっと。ランドンで、くっつけたら、食べてみたいな。うん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 。そう。サトラモンが、うん、インドミはサトラモンの味があって、まあ、あれ食べていた。そうそう。マジ？はい。そう。美味しそう、絶対。うん、でもまあ、本物のサトラモンは絶対違いますね。絶対ね。インドミーたくさん種類ありますよね。はい。え、あの、ツイッターで見たことあるんですけど、インドミー和風ラーメン味は、あの、濡れた靴下の味がするって。カオスカキバサの味。何の味？何の味なの？和風ラーメン。Pokoknya mah kayak rame gitu kayak dari kayak Jepang Jepang gitu. Pokoknya mah ada rasa dari Jepang gitu. Tapi malah rasa. ano waffle ramen wa sanshuru ga atte ne. Oh, itu ta takoyaki. 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 Hai, ma. あの、ワッフラーメン。たこ焼き？はい、そう、たこ焼き。じゃない、たこ焼き。そう。いや。でも、私は、うん。美味しいかも。私は、味噌の味が食べていて、他の子たちはまだ食べていません。え、味噌は美味しかったですか？味噌味。あれは、チーズクリームの味みたいな、味噌じゃない。チーズクリーム？そうそうそう。変なの。チーズみたい。まあでも、あれは私にとって、他の人は、まあ、多分違います。興味あります。チーズクリーム。そうそう。でもあれは、赤いのパック、味噌じゃない。あ、赤い。え、ちょっと今度探してみます。ボルマで。はい。そうそうそう。プチンタボルマ。まあ。まあね。あれは、そこでタコさん。のものが安いよね。ボルマ。そうですね。安いし、何でもあるし、最高。そうですね。あ、ところで、日本の伝統的なとか、ストリートフードの食べ物はどうでしたか？どうですか？日本でストリートフードって言ったら、なんか、その、なんだろう、行事がある時にある感じ。例えば私やったら、なんか、夏休みじゃない、なんだ、夏祭りの、時とか、あとは、あぶし、たんばるってあぶし、元日、1月1日の、あの、なんか特に1月1日の日って、よくあそこに、そうそうそう、お正月に、何？お寺に、こうやって、
やるじゃないですか、うん、日本人って。で、その時にお寺行ったらめっちゃたくさんの、何？ストリートフードがあって、で、いろいろあるけど、私が一番好きなのは、こういうやつ、なんか、何？じゃがいも、じゃがいも、大きなじゃがいもがあって、それが、うん、あれ、どうやってやってんのかな？茹でられてる？茹でられてる。茹でられて、で、こう柔らかくなってて、その皮をこう開けたら、みたいな感じで、で、そこに、そのバターをチュワバターがチュワって溶けて、塩を、こう、塩をシュシュシュってやって、うん、パッて食べたら、おいしい。めっちゃおいしい。もう、めっちゃ覚えてる。そう。去年、一昨年、3年前ぐらいに、こう、行った時、コロナの前かな。コロナの前に行った時、もう美味しすぎて、2回買った。うん、美味しい。茹でるのは温かいですか？うん、温かい。茹でるの、茹でるの。熱い、なんだら、もうなんか。あ、熱い。ああ、そうそうそう。美味しい。ね、あとは何かな？うん。まあ、そう、やば。大丈夫、大丈夫。あ、大丈夫。あとは、うん。やっぱ日本では、何？まあ、日本ではお正月にはまだ冬からじゃがいもの を食べて、まあ、うん、いい気持ちになるね、なりますね。そう、なんか、うん、そう、すっごい寒いよね。1月ってもう、うん、わーって感じ。もう鼻が痛いの。空気が冷たすぎて、ちょっとそう、痛たたたって。でもなんか暑いけど、だいたい屋台で売ってるのって暖かいから、うん、そのじゃがいもとか、あと何かな？よく売ってるのは、よく売ってて、多分日本にしかなさそうなやつは、私、タコセンって言うねんけど、タコセンって、これくらいの、これくらいの、何？せんべい？なんか黒っぽくに似てる感じの薄いせんべいにの上にその何たこ焼きのソースとなんか天かす何天かす天かすって揚げ物した残りみたいな なんか白くて丸いこれなんかよくわからんやつとあとなんかネギとかあと、卵とか、目玉焼きとか、なし、それをこうやって、カッカッて食べるのが美味しい。あ、うん、でも、大きすぎるんじゃない、うん、そう、めっちゃ大きい。顔と同じぐらいの大きさ。うん、だから、そう。食べるときは、こうやって持って、ちょっとずつ、カッカッカッ。ああ、この味はどうですか？美味しいけど、口の周りが汚くなる。ソースで。ああ。ソースで。で、よくこの落ちる声。かわいい。そう。だから上手に食べないと、やばい。そう。そんな感じ。そうね。そんな感じかな。まあ。YouTube で、ある動画を見て、うん、まあ、大阪で有名なたこ焼き屋があるんじゃない、うん、あ、大阪で有名なたこ焼き屋、アホや。名前は忘れてしまって。うん、大阪に、まあ、うん。大阪かな大阪あ、忘れてしまった。忘れたんかい。でも確かに大阪はたくさんある、たこ焼き屋さんがたくさんあって、うん、美味しいよ、美味しいですから。でも、
なんかその外で買うと美味しいけど、なんか高い、うん、高いって感じがするから、よくその、例えば、うん、聞いたことあるかな？大阪だったら、例えばこんな感じ。例えばバンドゥンの女の子って、スブラク好きだよねみたいなイメージ、うん、あるじゃないですか。あ、うん、あ、そうで、ね、そうそうそう。大阪では、一つの家族に絶対一台たこ焼きを作る機械があるみたいな。この、と、鉄板この丸い、丸いやつがあって、いや、確かにそう、自分の家にもあるし、なんか、だからその、もし家族が全員揃って、で、例えば、金曜日とか明日休みの日とかやったら、夜ご飯に、わー、たこ焼き作ろうってやって、みんなでこうやって、せっせっせっせ、たこ焼き作る。そう。楽しいよね。なんか、家族タイムみたいな。そう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 。うん。そう。楽しいし、美味しいし、いっぱい作れるし、最高。そう。そうそうそう、なんか楽しそう。うん。ほんまに楽しいよ。てるんや、どこに。まあ、日本では、たこ焼きと、うん、お好み焼きは、うん、ずっと衣装、あ、なんか、同じ部屋に立っているの。立っているの。あ、同じところで？え、なんか、ってこと？うん。うん。そう、なんか、ここでは、衣装は、うん、たこ焼きとお好み焼きは、同じ、うん、なんか同じ店で売っている、うん、売っています。日本ではどうですか？多分違う。どうかな。なんか忘れたけど忘れた。なんかなんかたこ焼きお好み焼き屋さんってよくこんな感じ。何？こう、テーブルがあって、テーブルの真ん中に鉄板、そう、料理する場所があって、お客さん、例えば、二人で来てたら、その、何？作るみたいな。自分たちでこうやって真ん中で作るみたいな感じ。だから、たこ焼きは別ちゃうかな。でも多分一緒に売ってるところもあると思うけど、でも、たこ焼き屋さんはたこ焼き屋さん。で、お好み焼き屋さんはお好み焼き屋さんって感じ。かな。別々。そう。そうそうそう。そうそうそう。まあ、ところで、先週を、うんうん、日本語教育学科の学生会、うん、今までやったりしていました？うん、してるしてる。先週、ジャパン好きショーが行って、あずささんは、うん、来ましたか？行った、日曜日だけ行って、うん、そう、日曜日。っていうのも、友達がバンドで演奏するから、そう、それを見に行って、あとは、まあ、友達に会いに行ったって感じかな。楽しかった。なんか、びっくりした、たくさんコスプレコスプレしてる人がいて、うわみたいな。でも誰みたいな。知らなんけどすごーいって感じ。そうね。すごいね。うん。アズさんは、コスプレ、コスプレをしたことありますか？ない。ない。したことないよ。したことないし、なんか恥ずかしい自分は、みたいな。ああ、そう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 。そうそうそう、恥ずかしいからできない。しかも、この前って、そのコスプレしてる人の中で、めっちゃ何服が、
ほとんど下着みたいな。ほとんど。ピン色の髪。そう。ジョジョの、ジョリーンさん。うん、私もびっくりしました。ねえ。びっくりした。あのコピー。そう。コピーの。うん。違います。あ、違う。まあ、あれは、お客さんかな。おー、いや、ファンタスケ。わー。あー、影。でも、実は、コスプレイヤーは男なんですよ。うんはい、はい。そう、男。まあ、あれは、コスチュームだから、まあ、私は、最初は、知らなかった。なんか、クロスドレスみたいな。音そう。ちそうね。マジで？でも、ありえない。女のっぽいな。あのコスプレイヤー。めっちゃ女みたい。女の人かと思ってた。ジャンティーン！エビさん！うわー、カラフィー。すごっ。うん、すごいね。そう。クロスドレス。クロスドレスって行きたかがありますか？クロスドレス。クロスドレス。なんか、うん。男のは。あかん。クロスドレスは、男でも、服は女のみたい。ああ、男の子が女の子の服を着て、はい、女の子が男の服を着て、みたいな感じ。はいはいはい。うん、そうそう、クロス、だからクロス。おー、名前があるんや。初めて知った。そうですね。すごい。びっくりしたわまあ、まあ、なんか、何このイベントのみたいには、一つは、クロスドレスの人はあるよ、いるよ。だから、まあ、ずっとびっくりした。なんか、女の服を着て、あれは男って、びっくりした。ねえ、びっくりしたよ。男かめっちゃかっこよかった。でもなんか、美人って感じ。そう。自信まんま、この歩き方というかこうやって。すごかったな。びっくり。今年一番びっくり。そっか。そっか。ジャパン初期ショーは、リンゴ飴がある。でも、日本にはリンゴ飴がたくさん売れています。よくその、何？お正月とか夏祭りとかはよく売れてるし、なんか昔私が小さい時は、リンゴ飴だけだったけど、なんか最近だんだんか、いちご飴とか、ぶどう飴とかが出てきて、そう。なんか、種類が増えた、最近。そう。で、よく売れてる。で、なんか最近は、その若い女の子が、インスタ映えするために使ってる。これ、いちご飴みたいな。いちご飴。パシャン、パシャン、インスタみたいな。そう。まあ、かわいいし。でも、しかも、なんか、
一時期、去年か一昨年ぐらいに、めっちゃ YouTube で、いちご飴を作るのがすごい流行ってた。YouTuber がみんないちご飴を作ってたな。うん。そう、そんな感じ。ああ、リンゴは、リンゴのサイズは、うん、なんか、子供の中に、まあ、普通ですがな、これ、うん、これぐらい、うん、でも、いちごとか、ブドウは小さいね。そう、小さいよ。あれは、小さいけど、アメとか、ブドウとかは、一本だけ売っていた、うん、ああ、ね、いちごアメは、多分3つぐらい。うんこれが、屋台みたい。屋台みたい。そう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 、屋台とかやったら、なんか、そう、3つぐらい。ぶどうも、そう、1個じゃないよ。そう。うん、わぁ、食べたいなぁ、私もまだ食べたことがないよ。リンゴとか、いちごとか、ブドウとか、とか。自分で作れる。うん。ああ、そうね。あれは、果物と、砂糖。果物と入れて、砂糖と入れて。そう。砂糖をこう、熱して、溶かして、うん、果物をこう、チュ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 はいはい、ああ、そうそうそう。でも健康には良くない。はい。あずさんは、タンフルが知っていますか？ん？何？タンフル。タンフル？はい。知らない。タンフルは、いちご、飴、いちご、飴と同じ。へぇー。よく台湾に書きました。台湾？タイランタイあータイからへえタアパなんでタンフルタンフルちょっと調べてみようイチゴ飴と一緒かうんでもまあタンフルは食べたことがない本当私にもでも美味しそう食べたことがない、うん台湾か。台湾じゃない。あ、タイ。台湾じゃない。タイ。サラサラサラ。タイ。おー。うん。よし。やばい、もう、ミーティングの残り時間8分55秒。うん、そうね。あ、でも、その、多分、私たちの話は、うん、ここまで。あ、本当？だけ。よかった。大丈夫かな？あ、大丈夫。あ、でも、最初は、自己紹介を忘れてしまって。本当だ。だから、そうね、だからまあ、今から自己紹介して。うん、うん。私からね。うん、OK。はい。私はサラ、イザトリシャと申します。友達とサラと呼んで、いや、だからサラと呼んでください。うん、今は、インドネシア教育大学の日本語教育学科の3年生です。はい、アジサさんよろしくお願いします。はい。アジサも。はい、はじめまして。私の名前はロシーダマヤンティです。オチと呼んでください。はい。オチ？はい、オチ。わー、かわいい。オチとサラ。オッケー。確か、はじめまして。堀アズサです。堀は、苗字。で、大阪大学の外国語学部の英語専攻です。うん、今は、ウピーのバイバーサーで勉強しています。うん、好きな食べ物は、チャプチャイ。おー、チャプチャイ。美味しい。健康、体にいいよ、うん。はいはいはい。うん。今朝、チャプチャイを、
朝ごはんを食べたよ。あ、家の近くに。いいな。朝売ってないんだよね、うん、私の家の近く。だから、もう、食べれる。でも夜は、グルムの辺で、なんか、ナシゴレンとか、ミーゴレンとか、普通にはチャプチャイと売っているよ。なんか、グルムで、チャプチャイと普通は売っています。おー、朝は売ってる？夜、うん。夜だよね。うん、珍しいかな。だよね。知らねえのね。知ってるパノラマに住んでるんだけど、うんうん、パノラマで、ナシゴレンとか、チャプチャイとか売ってるお兄さんがいて、で、うん、そこのチャプチャイが世界で一番美味しい、と思ってる。美味しい。パノラマの近くに、何か、食べてみたいな。うん、もう絶対食べるべき、美味しいから。ああ、虫がいる、最悪。はい。そう。ああ。じゃあ、そうそうそう。あ、そうね。あずささん、この1時間ぐらい話して、うん、ありがとうございました。こちらこそ、楽しかった。楽しかった。うん。